今日はスマホが全然用できませんわ。暑いからね、すぐダウンしまうんでね。さあ今日は反対側から川菓子の丘登ってみましょう。もうここから行けんのや。あ、これ初めてやな。これはありがたいですね。いつもねパーキングあるとこから登るんでね。川菓子の茶屋があるんかいな。いや、どっちなんだろうな。左に行こうとしてるんだけどな。こっちやな。ここから行ける。初めてなんでね。あ、これ上方かな。これ見ると上やな、これ。ほら近いわ。ここ行けないんだ、左か。ほらほら、ここも眩しいやね。ほら、ニョロニョロ。これはね、キビガ池のハイゼラートにもね、あれさせとかないからな。申し込みますって言ってたんでね。これ初めてですね、この登るのは。どれ見てんだよな。あれ、なんか弱ったですね。何だっけ、恐竜が、恐竜が、トカゲさんが、こう反対から登ってほしいってね、いやったんだけど、なかなかね、登る暇なかったね。今日は、境をやめてもらったんで、あんまりまずいんで、明日かも暑いですわ。明日か何週間ぶりかね、ほんとだいぶ来ないね。長いこと寄ってなかったんやけどね。まあ横は通るんやけどね。1ヶ月ぶり以上か。あれ、ここ頂上。はい、頂上着きました。展望台。あら。展望台ないか、ここ。あらあら、これ展望台だと思ってね。違いました。もうちょっと上ですね。まだ階段ありますわ。これなんか出てますけど、ね、読まれへんな。2年目の都道府県開発のアスカフェ、都を東方にいたずらに吹く。天地伝の第7番講師、遷都された。これもあったことあるけどね。あの人もまあ、一人でさ、いやー、これは、これはすごいね、これ。どれぐらいあるんだよ、これ。いやいや、まだありました。これはすごいわ。階段が。どの辺に登るんだろうね。全然記憶ないんだけど、上。何回も来てまんだけどね。これ大変だ。240メートルだけどね。あれ、これ上がったところも頂上かね。展望台。展望台。どういうわけでいかんみたいな。あら、展望台あれ。まだ先か。随分悪いだけどね。最後もう一つ階段上がってからか。これもあるの階段。初めて来るからね。こちらが初めて上がってくるとね。もうすぐもうすぐで来ると、なかなかつかないんで。展望台の反対側にね、おみくじあったんよ。全然分かってない場所は何回も分かってるけど。そうだ、お気は熱いわ。この暑いの誰もおらんやろうな。はい。いや、誰もいないね。何回目かな。記憶ないけど。それもだいぶもう、いらっしゃった。いらっしゃいましたわ。これがね、マスクのこれが人形さんやね。こっち側の方が、わからんか。
これね、この山がうねり山でございます。で、奥が二条山でございます。きれいに見えてますね、二条山ね。で、これが桜木山。今後のはちょうどこれで見えないか。見えますか。奈良はね、ちょっと出すとね、雲も垂れてるしね、ちょっと見えないな。あ、これがね、これが天川市の加護山やね。加護山。飛鳥村はどこだ？あ、畑川や。飛鳥村は、飛鳥寺は見えるかね。あれ飛鳥寺だね、ここ飛鳥寺だ。飛鳥寺だね。で、イルカの国だぞ。あれイルカさんの、イルカどこだ、この辺だ。あ、見えますね、はい、ここ、そうですね。あら、見えない。あ、残念やね、こっちね。まあ、この、まださんの墓とか色があるんですね、見えないね。どこかわからんな、これ見ても。ここね、少ない石があるところの、あそこ、あの奥や、あの辺や、少ない石が。どこや、わからんな。